車で行こうです。輸入車ミニバンのベストセラーモデルフォルクスワーゲンゴルフトゥーランをベースにスポーティーな SUV ルックの外観と装備を充実させたモデルクロストゥーランが発売されました。このモデル東京モーターショー2011に参考出品されてましたよね、うん。まあ、アクティブなエッセンスが加わっておしゃれなモデルに仕上がりましたね。そうですね、あのベースモデルのトゥーランというのは非常にこう端正なデザインをした、まあ、ちょっと悪く言えば地味なモデルだったんですけれども、その点このクロストゥーランはオーバーフェンダーでこうワイド感を演出していたり、実はこのシートも専用の柄なんですね。あと車高がノーマルに対して10ミリ上がっている、まあ、そういったいろいろなプラスアルファを加えてきている、ちょっとねあのアウトドアに似合うトゥーランになったなという感じですよね。そうですね、まあ、ゴルフトゥーラン TSI ハイラインに比べてプラス9万円となる348万円なんだそうですね、うん、そうですね、ナビゲーションが標準装備でこの価格はかなりお買い得だと思います。はい、それでは参りましょう。岡崎五郎の車で行こう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今回紹介するのは今回で2代目となる日産の新型ノートです。新型ノートは燃費改善のためミラーサイクル技術を導入し燃焼効率を向上させた新開発の 1.2 リッター直列3気筒直噴エンジンを搭載しています。新型ノートは日産のグローバルコンパクトカーということで、新開発されたエンジンの他にも CVT やアイドリングストップ、そして電動パワーステなど燃費改善に役立つ技術が多数盛り込まれています。その分実際の走りや乗り心地気になりますよね、うん、そうですね。はい、それでは詳しく見ていきましょう。今回紹介するのは日産ノートです。新型ノートは旧型に比べ全長が80ミリしか延長されていませんが、室内長は230ミリも拡大され、一クラス上の居住性が確保されています。ファーストカーとしても十分に使える余裕ある空間が魅力です。パワートレインはダウンサイジングが行われ、新型は全てが 1.2 リッターの直列3気筒エンジンとなりました。最高出力は自然吸気モデルが79馬力、スーパーチャージャー付きのモデルが98馬力、これに副変速機付きエクストロニック CVT が組み合わされ、グレード SDIGS の燃費は JC08 モードでリッターあたり 25.2 キロを誇ります。日産ノートの価格は124万9500円からとなっています。この手のコンパクトカーというとハイブリッドカーなどもあるんですが、今回直噴エンジンにスーパーチャージャーということで、一体どんなフィーリングなのか楽しみですね、うん、そうですね、はい。それでは試乗です。試乗したのはスーパーチャージャー搭載の XDIGS、 高速道路と一般道で試乗してきました。 VTR ご覧ください。新型ノートに今高速道路で試乗しています。今度のノート、従来のノートが単にフルモデルチェンジしたというわけではなくて、ティーダそれと2台を統合する形で登場したと。ですから前のノートがちょっとこうカジュアルな車だったんですけれども、今回の新型はティーダが持っていた少しそのコンパクトなんだけれども高級なんだよというような要素が
入ってきています。で、まあ、それはあの外観にも出ているんですけれども、インテリアこの辺りを見ても結構質感高く仕上げてますね。で、まあ、見た目だけではなくて視界、これも結構この新型ノートの特徴です。 A ピラーの付け根のところに三角窓、これを使って視覚を減らすという努力してますし、あとまあ後方ですね、斜めとか振り返ってみても、とてもその視界感覚がいいので非常にこう安心して乗っていられる、それはとてもいいところですね。今料金所から出て加速をしているんですが、このエンジン 1.2 リッターの3気筒、それにスーパーチャージャーを組み合わせています。アクセルをこう踏み込んでいった時のグーっていう加速ですね、余裕の感じで加速をしていきます。これがこの車の車格感とか快適性を向上させている理由になってますね。直進安定性に関してはこれ十分合格点つきますね。ただ気になるのが、今ちょっとざらついた路面走ってるんですけれども、ゴーっていうロードノイズですね、これが大きめなこと、それから路面の荒れたところに行くとかなりこうゴツゴツとした反応が体に伝わってきます。燃費を重視してタイヤをかなり空気高めに入っていること、タイヤ自体の硬さ、それからサスペンションもいなしみたいなものが足りない、このあたりがうまくこう向上してくるともっとこうゆったりとしたドライブができるようになると思うんで、そのあたりはまあ今後の課題と言っていいと思います。一般道に降りてきました。このサイズは、まあ、日本ではジャストサイズということで、どんな路地に入っていっても困るようなことのない扱いやすいサイズですね。こういうコーナーなんかでの車の落ち着き感はとてもいいですね。先代のノートとかティーダはこういうこうハンドルを切りながら若干ブレーキをかけるだけでスーッとこう内側にラインがこう寄っていってしまうような特性があったんですが、新型ノートそこら辺しっかりできていて、そういった時の安定感、安心感、このあたりはまあ旧世代のプラットフォームと比べると相当実力は上がってきてますね。この新しいノートにはエコモードというのがあって、このエコモードを選択していると CVT の制御を含めてできるだけ回転数を上げない方の制御が入ります。そして、まあ、スーパーチャージャーも、かなりこう踏み込んでいかないと基本的にこう作動しないといったことになるんで、こういう上り勾配なんかだとエコモードだと、まあ、アクセルの踏み込み量は当然深くなりますね。で、まあ、今解除してやるとちょっとそう排気量が増したような印象が出てきます。ただまあこのオンオフでそれほど大幅に印象が変わることはないですね。この新型ノートなんですけれども、マーチの1個上に属するコンパクトカーとして、まあ、マーチと比べるとやはり走り、それから見た目、質感、確実にレベルアップしてますね。これであればもう一クラス上の車乗ってらっしゃる方がダウンサイジングしてきても十分にこう受け入れる、それぐらいの実力あると思います。まあそれだけにですね、僕としてはこの乗り心地ですね、ゴツゴツ感、この部分さえもっと良くなると、例えばプリメーラ乗ってましたみたいな人が乗り換えても十分にこういけると思うので、この辺りもう一頑張りですね、してもらえるとこの車の実力、魅力もっと上がると思います。それで安全性の評価に行きましょう。日産ノートの安全性評価はこのようになりました。ちょっと三角と×が並んでいるので評価頑張りましょうということになります。そして燃費なんですけれども、今回はおよそ280キロ走行して、実燃費リッターあたり 12.8 キロでした。ともちゃんどうでした？はい、スーパーチャージャー付きということでもっとパフォーマンス意識するかなと思ったんですけど、うん、意外とエコモードが良かったんですね。うん、まあ、理由はエコモードのスイッチを押すとメーターのイルミネーションがなんかそのエコのドライブ度がちゃんとこうパーって綺麗に表示されて、うん、なんかそれが見たくてついついエコモード、確かにあれはエコモードにしないともったいないっていうぐらい綺麗になるんだよね。そうなんですよね、はい、うまくできてますね。うんですね。さて今回はスタジオにメーカーの開発担当者の方にお越しいただきました。お越しいただいたのは日産自動車株式会社の水口美恵さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
皆さん、このノート立ち上がり相当いいスタートダッシュを切ったと聞いてるんですけれども、はい、ですか？おかげさまで、9月10月は1万台を超える登録を記録することができました、うん、日産車で1万台超えたのなんて久々じゃないですかね、はい、残念ながら久しぶりですでも、まあ、それだけにその開発者だけじゃなくて、販売店の人とかね、売る方たちも相当これ気合い入れて売ってるっていうか期待のモデルなんでしょうね。そうですね、開発の初期から、うん、販売現場、生産現場、そして作り手側の私たちの方も同じ思いで気合を入れて作ってきたモデルです、うん、まあ、そうなると売れるべくして売れてるモデルと言ってもいいのかもしれないですけれども、まあ僕は最初パッと見た時にいやこれいいデザインしてるなと思ったんですよね。で結構そのコンパクト化で個性出すのって難しいんですけれども、そのあたり個性があるんだけど綺麗にできている、そのあたりのさじ加減がすごくうまくいってると思ったんですが、はい、量販の車でいろんな方に愛される車を目指してきましたので、うん、まず、まあ、誰が見ても気持ちいいかっこよさ、うん、あとは室内の広々感ですね、それとの両立ということで運転しづらいほどずんぐりむっくりさせないで室内の広い空間を確保してかつスポーティーなデザインをするということを努力してきた、うん、まあ、室内の広さは後で藤友がチェックしますけれども、この例えばインテリアでねこれ開けるとティッシュボックスが丸ごと入っちゃうんですね、ドンと。そうなんです、非常に大きなサイズのですねティッシュボックスも丸ごと入るアッパーボックスをご用意しました、うん、で、まあ、シートなんかも結構これは例えばそのマーチなんかと比べると明らかに立派ですね。そうですね、男性のお客様が多いことを意識しまして、うん、男性の方でも肩をしっかり受け止めて長時間運転しても疲れないようにシートバック形状を工夫しております、うんうん、あと今映ったメーターなんかはかなり頑張って値段と努力を注ぎ込んだものなんじゃないですか。そうですね、一番見ていて何度も見るものですからお客様が飽きないように楽しい演出になるようにエコドライブができるようにっていうふうに作りました、うん、あまりにもともちゃんも言ってたけどエコモードを押すと綺麗だからずっとエコモードにしちゃうってそれも狙いなんじゃないですか。おっしゃる通り狙いの通りです。はい、で今回の試乗車にはオプションのアラウンドビューモニターもついていたんですけれども、はいはい、これはコンパクトカーとしては初ということらしいですね。そうです、コンパクトカーで初めてで、今回ですねミラーの方に映せるようにしているのはもちろんナビの方に表示切り替えることもできるんですが見やすい方で使っていただきたいということと、うん、お値段をナビとセットにしないことで下げていくということで、うん、このようにしております。ちなみにいくらで買えるんですか。はい、オプション価格で6万3000円で、うん、トップグレードは標準装備になってます、うん、これはね運転に自信のない人にはもちろんすごく大切な装備なんですけど、運転普段からしてる人にとっても枠の中にぴったり止められるまっすぐあれっていうのは助かるんですよね。そうですね、あと都心部のコインパーキングなんかのちょっと難しいところでも、うん、運転上手な方でもストレスなく止めていただけるような装備だと思ってます、うん、これはいいなと思いました。はい、ノートはファミリーカーとしても購入考えられている方たくさんいらっしゃると思うんですが、後席の居住空間とラゲージスペースもしっかりチェックしてみました。まず後席への乗り込みなんですが、まずドアを開けてみるとこの開口部かなり広く開きますよね。なんと90度近く開くそうなんですが、この開口部の面積も広いんですけど、お子さんなどを抱いてチャイルドシートに乗せるとき、とても体が動かしやすい形状になっているんですよね。そして実際の空間です。身長162センチの私で膝前がなんと原骨 4.5 個分も入りました。そして頭上の方はと言いますと 2.5 個分ですね、まあ、コンパクトモデルながら、まあ、ゆとりのスペースを確保、まあ、子育て世代でも十分に使える広さだなと思いました。そしてラゲッジルームなんですが、まあ、今回はこのように開けていきますとリアシートは6対4の分割加工式、まあ、このモデルはそうなってますね。そしてリアシートを倒すと9インチのゴルフバッグがなんと最多3セットも積載可能なんだそうです。また開口部も広くて荷物が載せやすいだけでなく、例えば背の高い荷物を載せたい時など、まあ、このようにですねセパレートモードのマルチラゲッジボードも活用できるということです。なるほどね。まあ、しかしこれ一見乗用車に見えるデザインだけれども中の広さを見るとちょっとまあミニバン的なトールサイズミニバンみたいな、そんなちょっとこう魔法を使っ
ったような感じの出来上がりですね。そうですね、外側から想像できないような広々とした室内空間で、うん、いろいろな年齢層のいろんなライフステージのお客様に便利に使っていただけるように作ってまいりました。うんうん、なるほど。まあ、そうなるとそのティータと統合したっていうことも考えると、ジェンダーフリーであるとかね、まあ、本当にこのクラスレスなモデルとして日産のこうコンパクトの中核になっていくんでしょうね。はい、それを望んでます。うん、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。 CM の後は評価です。ではここで日産の音の評価に行きたいと思います。丸はこうなりました。デザインとパッケージングですね。デザインは本当にこれ乗用車ハッチバックに見えるんですね。で、例えばホンダのフィットはちょっとこうミニバン的なフォルムをしていて、あ、中広そうだなって外から見て感じるんですけれども、このノートの場合は、実は外から見るとさほど広くが見えないんだけれども、中に入ったらこんなに広いのと驚く、そのあたりのデザインとパッケージング その折り合いの付け方がこれ絶妙だなと思いました。で、バツ乗り心地です。まあ、日本の場合ですね、例えばフィットであるとか、プリウスであるとか乗り心地悪いくらいまでもベストセラーになるような国なんで、そんな大きな心配はないかと思うんですが、ただこのままだと、ちょっとね、僕としてはあまりよろしくないなと思うので、どん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 そのあたりには磨きをかけていただきたいというふうに思います。はい、私はですね、これ丸なポイント、やはりおしゃれなスタイルと実用性がしっかり両立されているというところです。まあ、国産の発行モデルにまた一つハイセンスなコンパクト化が増えたのがとても嬉しく思いましたね。それでいて、ドアの開口部などの工夫、まあ、考え尽くされた収納など、毎日使ってありがたみが感じられる装備がたくさん搭載されているのが、まあ、女性としても嬉しいなというふうに思いました。そしてバッテン、これは大きい打角時の、まあ、ハンドルの反力はちょっと大きめだなと感じたところです。例えばちょっと45度以上切るようなカーブを走るときなど、ちょっと手応えが重くなったりする、それでいてちょっと戻したときに軽く感じるような部分もあったりして、まあ、パワーステのフィーリングもう少しスムーズになってくると、例えば欧州車なんか乗ってる方で走りの質にこだわる方はそういう方が好きなんじゃないのかななんていうふうに思いましたね。はい、はい、というわけで2人の評価こうなりました。続いて CM の後は藤友愛です。藤友愛のコーナーです。今回のお題はこちら、ディアノイエゴルフです。10月末イタリアのサルディニア島で世界的ベストセラー車フォルクスワーゲンの新型ゴルフの国際試乗会が行われました。今回は五郎さんのレポートです。いやいや、本当にびっくりするぐらいいい車に仕上がってましたよ。今回で7代目となる新型ゴルフ、一見先代モデルとそれほど変わっていないようにも見えますが、その中身は大幅に進化しているということです。そうなんですね。まあ、デザイン的にはもう超キープコンセプトなんですけれども、実はプラットフォーム、それからエンジン、これは鋳鉄からアルミになったんですけれども、そういったもう全てにおいて新しくなってるんですね。で、まあ、新しくなったばかりの車なので、先代のゴルフ6がすごく良かっただけに、いや最初はちょっとこう追いついていかない部分もあるんじゃないかな、いや追いついていてほしいななんていう気持ちでこのサルディーニャ島に向かって、まあ、この新型ゴルフ7を、ね、乗ったわけなんですけれども、まあ乗ってみて、いやいやさすがフォルクスワーゲンだなと思いましたね。五郎さん、実際に新型ゴルフの走りいかがでした？うん、実は今回、まあ、燃費を良くするために100キロ軽くしてるの。で100キロも軽くするっていうことは、例えば板圧を落とすとかね。あ、その前にこの今度の新型のなんだけれども、この操作性ちょっと iPhone みたいでしょ。すごいトレンド感満点ですね。うん、この形で日本にも入ってくるそうです。で、100キロ軽くなった新型、普通はそうすると乗り心地が薄っぺらくなったり静粛性が悪くなったりっていう風にちょっと想像していたんですけれども、まあ実際に乗ってみると、むしろ先代のゴルフ6よりもより厚み感、重み感、静粛性も上がってっていうね、
まあ、本当にねこれはどういうマジックを使ったんだろうかと、エンジニアに聞いてみました。で彼らが言ったのは我々の開発目標はゴルフ6を超えることだと。で例えばゴルフ6に対して燃費を良くした分その走りとか質感が落ちちゃったらそれは本当の技術ではない、両方を高いレベルで両立するからそれこそが本当の技術なんだってね、ドイツ人らしくね胸を張って言ってたんだけれども、まあおっしゃる通りですねって言わざるを得ないぐらい、まあ気持ちよく走るんですよね。やっぱりフォルクスワーゲンってすごいメーカーですよね、うん。まあ、特にゴルフっていうと、まあ、ライバルたちに常にベンチマークとされる存在ですよね、うん。まさにもうこうした部分極めてきたモデル、うん、とても気になりますね。そうですね、まあ、そういう意味では、ベンチマーク、これ目標なんですね。多くのメーカーのゴルフを目標に作るけれども、今回のゴルフ7を見たらおそらく他のメーカーは、うん、これちょっと追いつけないかもしれない、周回遅れにされちゃったようなそんな印象すら持つんじゃないかと。まあでも頑張ってね、あの日本メーカーにも頑張って追いついてもらいたいですけどね、そんな気がします。はい、新型ゴルフについては今後番組内でもお伝えしていきたいと思います。以上、藤戸舞でした。ここで番組からのプレゼントです。自動車専門誌のカーグラフィック、カーマガジン、カー&ドライバー、カートップ、カミオン、ケーカースペシャル、ザ・マイ・カー、ドライバー、モーターファン別冊、ルボラン、以上10紙の中からご希望の本を抽選で100名様に無料でお送りします。お申し込みの方法は郵便はがきにご希望の商品名、住所、氏名、電話番号、番組に関するご意見、ご要望を書いてご覧の宛先までお送りください。またインターネットでも受け付けています。 DVK ホームページまでアクセスしてください。なお、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ここで視聴者の方にいただいたメールをご紹介します。40代男性、東京都の方です。毎週楽しく見させていただいてます。先日フォルクスワーゲンのアップに試乗したのですが、エントリークラスの日本車と比較して全く違う価値観で作られていて、これなら遠乗りも苦もなくできそうです。日本のエントリーカーも似たコンセプトで競わず、一車種くらいこんな車があればいいんですが、おそらくその日本車はやっぱり燃費とね、あの価格信頼性、まあ、そのところにこう重点的にね、開発してるんで、ちょっと遠乗りするときついよっておっしゃってらっしゃると思うんで、まあ、確かにそれその通りだね。まあ、皆さんそういう意味ではあのマーチはともかく、このノートぐらいの車格になってくると、より上のからダウンサイジングしてくれる来る人もいる。そういう意味では遠乗りなんかも意識して開発されたんですか。はい、今回は遠乗りの時にですね、うん、ゆったり乗っていただいて疲れないように、例えば後席席の広さやシートの柔らかさ、うん、そういった部分は長距離走行を考慮して作っております、うんうん。まあ、そうなるとあとはやっぱり乗り心地だと思うんで、このあたり多分ね、先代のノートも欧州仕様のなんかちょっとこう質感のいい足を移植したもの入れてたような記憶があるんですけれども、はい、ラインナップとして持ってました、まあ、欧州仕様を入れるか、あるいは、まあ、せっかく1万台以上売れて儲かり始めたら、まあ、どんどんそれで儲かった分を車を良くする方につぎ込んでね、育てていってほしいななんて思うんですけれども、今後 その、まあ、バリエーションとかも含めて、展望なんかっていうのはもしあったら教えていただけますか。そうですね、いろいろエンジニアリングの方と相談しながら、うん、使えるソリューションをどんどん盛り込んでいこうと思いますので、うん、どうぞ引き続き応援よろしくお願いします。これ短くなんですけれども、はい、ノートどんな方に持っていただきたい、お勧めしたいですか。そうですね、毎日の生活を楽しく過ごしたいという全ての方に向けたいろんな使い勝手にお答えする車になっておりますので、うん、ぜひ販売店の方に一度お越しいただいてですね、うん、試乗していただいて選んでいただければと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。次回はシトロエン DS4 をお送りします。ではまた来週お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
岡崎五郎の車で行こうエンジンフォーザライフアワード2012投票ただいま受付中。みんなで選ぶ2012年の一台栄冠はどの車に。投票は TBK のホームページで。お待ちしてます。